湯あたりさん、リネお願いします。リネ見てほしいって言われたん初めてじゃね、初めてではないか、いや初めてかもしれん。うわ、リオセスリ、リオセスリ、リオセスリ、リオセス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 、武器なんだろう。始まりの大魔術、始まりの大魔術ってどこまで効果反映されてるんやろ。何も反映されてないんかな。攻撃力これから上がるのかな。で楽団4、リネで楽団4か。なしではないな。ただなんか無理して楽団4組んでるようならうーんってなるな。ね、まずケチつけるポイントいきます。楽団4、熟知80、リネはモノパイロ、炎統一、炎で染めてさ、パーティー編成を組むので熟知80いりますか。まああんま活躍はできないですよね、熟知80で。4セット効果で、銃撃にダメバフ 35% 入るんですが、リネはさ、ぶっ壊れ固有テンプのさ、フィナーレの喝采でさ、まあ、炎、炎、炎って炎3人いれば、ダメバフ 100% 稼げてるんですよ。ダメバフ 100% 稼げてたら、もう十分よ。うん。楽団読んで、炎バフ 35% とか、じゃあ銃撃バフ 35% とか、まあ、あってもいいけど、重要度はあんま高くないよね。ということで、楽団4セットリネは、正直私の中じゃ、微妙いかな。これで楽団4が死ぬぐらい強かったら全然いいんやけど、なんかちょっと無理して4セット組んでるんだったらもう全然もっといい生物あるんじゃないって言っちゃう。どうだろう。熱いよ、熱いよ、何これ。 52.5。 まあ早い話が生物なんだっていいんですよ。うん、熱いよ。 52.5、 金は 49.8。 ゲンチャ、熱いよ。時計は攻撃時計 36.5。 ゲンチャ、はいはい、強いな。炎バフ杯 40.8、 はっ、冠 35.4、 ゲンチ 9.7。 え、強っ。まあ楽団4、まあでもいいよ、別に別に腐ってはないからね、銃撃バフ 35%。 まあまあいいんじゃないですか。ちょっとスコアで黙らされちゃったな。これだけ強いならね、全然楽団4でもいいわ。ただなんかもしこれね、ほんまに弱い生物とかが混じってたら、あ、もうこれならもう締め剣でいいよって言っちゃう。私なら攻撃力 18%、 攻撃力 18% でいいよって言っちゃう。うん、マジでリネは、まあそうね、まあ理想はねファントムハンター4なんですけど、リネ、うん、まあ全然攻撃 18% の生物でも全然いいからね。なんか見た感じ若干攻撃力、大魔術が反映されてされたらもっと攻撃力上がるんですけど、もっと攻撃力あっても良さげなステータスだったんで、うん、でもね生物超強いわ。どう、あー高っ、密80、ダメ253、うん、はいはいはい。で原茶も120ある。で攻撃力は大魔術でまあ何本 48% チーム編成組めば上がるから、460ぐらい上がって2400ぐらいになるか、攻撃力高いね。で一突してる、一突は銃撃で人形が帽子が2個出てきます。強いですこれ。うん、テンプレベル988、いいですね、いいわ。ちょっとスコアで黙らされちゃいました。ちょっとこの楽団はさすがにレベルが違ったな。ただ一応リネの最適生物は楽団4では決してないので、全然最適生物では全然ない。違うのが組めてるならありだけど、全然最適生物ではないので、まあみんなは、この配信見てるみんなはちょっと注意ね。この人にはちょっとスコアで黙らされました。恐れ入りました。強いですね、ファントムのつなぎです。そういうことです。それでいいと思います。じゃあ勝利先生の破天のやりガチャやろうと思います。今まで持ってなかったんかって話だけどね、武器図鑑でね破天の槍を埋めてなかったんですよ。星5武器で持ってないの、残残無効破天浮世っていうほんまに弱いシリーズの武器だけ引いてなくて、あとはなぜかね天空の巻だけ工場武器から出てないので、まあ、天空だけ持ってないんだけど、そろそろ埋めたい。もしピックアップ来たら残残無効業も埋めるつもりです。ガチャモードオン、ウィンピカーン、はい来ました、ガチャモードです。武器ガチャからキャラは星5キャラは出ないんで、すり抜けとかも、星5キャラのすり抜けとかもないしな。今回の武器ガチャはみんな引かない方がいいです、気付けてね。じゃあ破天を命定していきます。ちなみに私は当局は今精錬ランク3ですね。
当局ちょっとだけ引いてね、セイレンさんまで上げたりしました昔。じゃあ行くか、対戦よろしくお願いします。一発で出てくれてもいいのよなるべく早く終わりたいからな私も。加点反突するやつはバカだよ加点のやり反突してる人たちおるのよ、うん、でもその人たちはしゃあないと思う。今この時代に加点のやりを貫突しようとしてる人たちはバカ、うん、だってもういらないかもほんまに。で見た目だけの武器だから、まあ、精錬1でいいしね。ただ大昔の原神は何が強い武器か弱い武器かってのもあんま分かってなくてさ、あなんか勝利の武器だし引くかっつって加点の槍を貫突まで引いた人たちはいますね。うん、私もなんか10人ぐらい知ってるそれはもうしゃあない、うん、でもあの時のガチャはねマジで地獄だったんでリスペクトしてるわ その人たちを、うん、ほんまに名帝がない中ようやるわっていう気持ちです。今は多分後悔してると思います、そういった人たちも。20連いきます、うん、多分後悔してると思うわ。将来出る武器のね性能とかがね、1年後の武器はこんな感じだよとか教えてくれてたらね、30連目いきます。さすがに武器ガチャは手出せへんかったな、言うてちょっと無理してクレイ2凸とかしてたけどね、うん、でもクレイ2凸も今振り返ればいらんかったなと思う。みんな分かんなかったん実装当初は。40連引きます。ここはもう私ここまで課金してしまって星5武器揃っちゃってるから加点引いてます、うん、ぼちぼちくんじゃない。武器ガチャは確か80で天井なので一応金に光るのは早いですね。問題は狙った武器が出る確率が 37.5% しかないっていうのが問題で、うん、金に光っても油断できないっていうのがある。すり抜ける方が、狙った武器が出ない方が確率高い。なんならいまだに原神できない最高のガチャですからね。バージョン 2.2 のフータオの持ち武器5万とベンティの持ち武器終焉だね。あの時はこう出す。 4.1 の武器ガチャはどうやろうな。でも終焉弓来るしね、で5万の杖も来るしね。まあヌビレットとリオセスリの武器次第なので何とも言えませんが、まあ、可能性はあるわ。うん、基本的には原神武器ガチャ引かない方がいいからね。ほんとお金に余裕があったりとか、星5で欲しいキャラクター大体揃ってきたし、ちょっと好きなキャラのために星5武器引いてあげようかなみたいな、そういう余裕が出てきた人だけ武器ガチャ引きましょう。70連さあ金に光るでしょう。80で天井なので、まあ70もすれば基本光ります。武器ガチャは何枚ダブ何枚ダブ何枚ダブ、気持ちいいこの輝き。そんなに私に破天貫突してほしい君らさすがに両親が痛まん。破天の槍貫突はさすがに両親痛むやろ。さてそろそろ光るで来るかな。あでも当局でもいいな、来い。おーっしゃ終わったー37.5% 私の勝ちです。もう これで終わり。今日はあとはこの破天の槍を強化して、まあ、どれぐらい強いか弱いかを確かめていく。ないからね破天の槍に関しては。ちょっと話変わってくるな。おおーわーおツイートしよう。当局がね精錬ランク4になっちゃったんですよね。精錬4で止めんのなんか嫌じゃね。当局狙うわ、うん、私は当局を貫突する。盾の槍は別にいらない。あー酩酊値がなくなってたよし当局出るまでやるぞ。80連いきます。引き返せなくなるぞ。いや星5武器1本出すだけじゃん。いや星5武器1本出すだけじゃん。うん大丈夫大丈夫大丈夫だって。そんな沼ったりなんてしないよな。大丈夫大丈夫。110連120連目天井が来てから50連ですね。これで金に早めに光ってくれ。頼む頼む。可愛いですね、結婚してください。いやーちょっと可愛い子じゃないと無理かな。まあ70かかってはいるが、まあなんか70連ぐらいで大体金には光ると思います。武器ガチャはね。問題は金に光っても狙った武器が出る確率は 37.5%。 頼む頼む。当局当局すごい。え神では
最初破天欲しかった、破天引けました、同じ10連で当局来ました、で次また 37.5% で当局引けましたなんやけど、強すぎる、やったぜ、おもんなって おもんないか別によくねえか、武器ガチャは別にそんな誰も幸せになるようなもんじゃないから、爆死してないのがいいわ、すり抜けてねえから今。はい、ということでこれで当局2なので精錬ランク5に上げられます。きちゃー、これでスキルと爆発にバフが 24% で攻撃力 96% 上がる、えぐいね、強っ。どうもです、こんちゃちゃです、ねるめろと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの？もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実はね、私も同じだよ。